自分の葬式やってもらったようなもんだなって、身近にいた人で一切声をかけなくなった人もいたし、逆に5年ぐらい離れてる人がみんなして大丈夫って言ってくれて、手紙書いてくれて、そのお金送ってくれたりとか、うん、そういうのはね、生きててなんかこういうことを味わってよかったなとか、で一生懸命仕事でこう携わってて教えてやったって自分では思ってたものが、一切 T シャツ5枚送ってそれ以外何もねえとか、意外になんかそういうのが分かったら、じゃあそれをベースに別に人を恨むんじゃなくて、あ、なんか良かったなって、でなんか楽しいなって、逆になんか面白くなってきちゃったんですよね。リセットなんです、俺の中で。いい意味に捉えたらそうだなって、借金とかいろいろあるってさっきも言いましたけど、なくなったものもあるんだけど、逆に不良在庫とかいろんなものねぐなってきれいにされたったら、じゃあちょうどいいやって思って、無駄なく生きようっていうふうに考えるようになったら、すごく良かったなって、いろいろな組み合わせができて良かったなって、何に対しても仮説立てて意外と面白く自分の中で整理されていくんですよね。でこの、例えばこいつ好きか嫌いかって、好きっていうことはどういうことで、この言い換えれば楽しめるのかって、この洋服買ってどんな楽しみなのって想像した時に、楽しみ少ねえなと思うと買わねえってだけで、もちろん仕事でもいろんな企画をする時でも、そういうのを当て込んでいくと意外にこう見えるんですよ。じゃあ今やんなくてもいいな、自分も整理されて、なんていうの、悩まないです、前はものすごいその混んでいいのかなとか、いろんなことを考えてたんだけど、さっきそのまあ本当に申し訳ないけどリセットされてしまった、こんな自分でリセットしたんじゃなくて、もう勝手にリセットされてしまったから、だからだったらもうちょっと自分なりに整理した方がいいっていう、でこの考え方